って。こんにちは。11月3日金曜日9時になりました。エンジェルトークの時間です。今夜お相手は私渡辺明日香と栗生みどりです。よろしくお願いします。では最初に恒例のお祈りからいきたいと思います。皆さんも一緒にお祈りのポーズお願いします。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。今日もあなたがここにいてくださって、この天と地と海と私たちその中に生きる人間と海の中のものと全てのこの世、世界を作られた神様が今日いてくださること、共にいてくださること、ありがとうございます。神様、本当にこのあなたがいて私たちを生かしてくださっているということ、この人間が作った宗教ではなく人間を作った本当の神様がいつも共にいて、私たちに向かって本当に戻ってきなさい、私があなたもあなたを作った本当のお父さんだよって言ってくださったこと、主よ、ありがとうございます。そして私たちは本当にそんなお父さんの子供、神の子として作られていながら罪を犯してしまっていて、まだ罪人の子として、そのサタンがアダムとエヴァを欺いた時に罪の中に生まれる子孫として罪を持って生まれてきてしまった。でもそのために私たちは本当にあなたと断絶されてしまって、神様がお父さんが見えなくなってしまって、そしてお父さんのいる天国に行けなくなってしまったんだけども、そのためにお父さんがイエス様をこの地上に、神の一人子であるイエス様をこの地上に送ってくださった。そしてイエス様が私たちの罪とか全て背負って、病も恥も痛みも全て背負って十字架にかかってくださったので、そのことを本当に信じて、主ありがとう、今までの私の罪をごめんなさいって悔い改めるならば、私たちは救われて天国に行けるようにしてくださったこと、また神のことを復活させてくださったこと、御霊によって生きる、神様と共に生きれるものへと変えてくださったこと、神様ありがとうございます。主よ、今日そのことをまだ知らない人たちがあなたを知ることができますように、お父さんが天の本当の神様がいるならば、主よ、あなたに教えてくださいと、そのことを教えてくださいと、主よ、一言言うことができますように、そしてあなたが現れてくださいますように。神様、あなたはその仏壇の中におられるような、遠くから眺めておられるような神様ではなくて、いつも私たちのすぐそばにいて、私たちの話を聞き、私たちの心の中も見て、私たちの心の思い願いを一つ一つ全部叶えてくださる、私たちの祈りに応えてくださる、本当にいつも語ってくださる、教えてくださる神様であることを、主よ、ありがとうございます。そのことを本当に多くの人が知ることができますように。主よ、今あなたに向かって上乾いている人たち、本当に上乾いている人たち、何かを求めている、真理を求めている人たちを、主よ、本当に耳を開いてください、心を開いてください。今知りたいと思っている人たちの心を開いてください。主よ、どうぞあなたが語ってください。神様、お願いいたします。神様、今この話を聞いていらっしゃる方、またこの YouTube、YouTube で放送を聞いていらっしゃる方の中に、主よ、耳が聞こえにくい方がいらっしゃるとあなた示されていますけれども、その方の耳、あなたが今触れてくださいますから、主よ、お願いいたします。今あなたがその方の耳を癒したいと思っていらっしゃいますから、主よ、今本当に耳が難聴の人、遠くで困っている人、耳が聞こえにくいという人、また耳が痛い、耳にハンデ、障害がある人、また中耳炎とか耳にその何か痛みを持っている人、今そこに手を置いて、イエスの皆によって癒されよと言ってみてください。今お父さんが、イエス様がその癒しをしてくださいますから、耳に手を置いて、耳の癒されよと今言ってみてください。イエス様の名前で癒されよと。そうです、主よ、今あなたがそれを速やかにしてくださったこと、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。主よ、また子宮に、病を持たれている方、子宮になんか菌種とかそういったものがある方がいらっしゃいます。その人、今
今子宮に手を当てて、イエス・キリストの御名によってその子宮筋腫を消えよ、子宮の中の卵巣とかその出来物をポリープみたいなものよ、イエス様のお名前で亡くなれと言ってみてください。そこに手を置いて言ってみてください。信じてそれを言うならば今それが消えますから。お父さん、イエス様、今そこに手を置いて癒してくださったことありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。主を感謝します。今あなたの癒しが起こっていることありがとうございます。また、心が本当に痛んで傷ついている人がいます。人からもらったメールやその言葉によって、心に痛み、左の胸、心に痛みを覚えている方がいらっしゃいます。その胸に手を当てて、神様癒してくださいと今言ってみてください。神様癒してください、私の心の胸の痛みを癒してくださいと言ってみてください。イエスの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。心が本当にチク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 痛むよ、心が本当に平安がない、ざわざわする、本当に苦しい、しんどいと思ってらっしゃる方、今そこに手を置いてイエス様の名前で平安よ来いと言ってください。今イエス様がそこに触れてくださっています。イエスの名によって平安よ、あれ、癒されよ、癒されよ、心よ、癒されよ。神様ありがとうございます。またその人間関係に傷ついて、傷つけられて、またその家族の中で大切な人と仲がこじれてしまっている、またその友人との間に本当に苦しい、その重いものが、この前まで仲良かったのに今絶縁に近い関係になってしまっている人たちの上に主が回復されようと、回復の霊を下してくださいます。下してくださいます。主、今そこに本当にイエス様のお名前によって回復を受け取りますと、回復を受け取りますと、それを受け取ってください、受け取ってください。人間関係が回復されます。今神様がそれを戻そうとされています、戻そうとされています。イエス様のお名前でそれを受け取ってください、受け取ってください、受け取ってください。主よ、ありがとうございます。あなたが今この病や人間関係の問題、また経済の問題を回復されたいと思って、それを望んだ人に今あなたが触れてくださっていることを、望んで強くそれを求めた人にあなたが今解決を与えてくださったことを感謝します。主よ、ありがとうございます。信仰によって皆さん受け取ってください。イエス様の名前によって受け取りますと言って受け取ってください。今経済の問題、悩みがある人、それが満たされます。そして人間関係に不備が入っていた人の、そこが回復されます。また痛みがある人、そこにイエス様のお名前によって癒しを受け取りますと宣言してください。今その癒しがなされています。今天のお父さんが窓を開いてイエス様がそこに触れてくださっていますから、受け取ってください。信仰で受け取ってください、受け取ってください。それがなされていることを、主はありがとうございます。感謝します。感謝して愛する主イエス様の名前でお祈りします。アメン。素晴らしいですね。なんか今びっくりしましたね、ちょっと今日はね、神様がね、不思議なことが起こるよっていうふうに言ってたんですけどね、何かなと思ったら、なんか癒しが今起こってましたね。実際になんか温かい気持ちになってきました ね見てくださいますね、このスタジオの中にね。え、心がね、ずっと私も心とか、 なんか右の胸がずっと、ね、痛かったのがね、スーッと今祈ってるうちにスーッと楽になったんですよね。だから誰かの痛み、あとそのなんかこう経済の迫りがあったりとか、その人間関係でなんか苦しい思いをしてるっていうのがふわって今来たんですね。でその耳に障害もハンディを持ってるっていうのがその耳に来て、全部それが今教えられたんですよね。だからそのことが今なされた、本当になされたこと信じます。ありがとうございます。受け取ってください、皆さん受け取ってください。イエス様のお名前で受け取ってください、イエス様の名前で受け取りますって、神様ありがとうございますって言うだけでね、イエス様を知って、クリスチャンじゃなくてもいいんですよ、イエス様を知らなかった人もね、今イエス様の名前でその癒しを受け取りますって言うならば、今癒しが起こってるはずですよ。すごいですね。声が寄せられるかもしれないですね、楽しみですね、楽しみですね。メールでもね、あさちゃんのブログでもいいですから、ぜひ
ぜひ癒された方、はい、お便りください。はい、ください。励みになりますね。そう、今日のテーマはですね、はい、なんかこう朝海をね歩いてる時にね、今日あすごい暑かったでしょ、沖縄。暑かったです ね, ねえ、もう今日も泳げるぐらいですよね。そうですよ、泳いでたんですよ、ヤラハビーチでね。私が朝歩いてるとこんな早くから泳いでる人たちがいるわと思ってね。そうで、その綺麗な水色のね、海を見ながら、いつも座るベンチでね、空を見上げながらね、うん、お父さんこんな綺麗な海をありがとう、沖縄に来させてくれて、ここに住ませてくれてありがとう、11月なのにこんなに暖かくてありがとうってですね、感謝を捧げてたんですよね。そしたらね、なんかふっとね、思いが、イエス様がね、私はあなたのこと何でも知ってるんだよって、今までずっとね、あなたをね守ってね、あなたのことを話し出したらね、もう止まらなくなるよってね、いうふうに言われて、えって、そんなにたくさん知ってるのって、何知ってるのって、じゃあなんか教えてよ、教えてよって言ったらね、なんか私が忘れてるようなことをわーってなんかね、思い出さされてね、なんか小さい時にね、あなたにこれをあげたでしょとかね、あなた小学校1年生の時に同じクラスのね友達が亡くなった時にね、とっても悲しんで泣いてくれたでしょって、あの子どこに行ったの、どこに行ったのって、私に尋ねたでしょって、それでね、私はあなたにねそれを教えてあげたよねとかね、え、そうだっけみたいな、なんか覚えてなかったようなことをね、神様が、りっちゃん鳴る前からね、全然鳴る前から、でもあなたがああいう風にね、あの子はどこに行ったのって空に向かって私に聞いてくれたことをね、私はとっても嬉しかったんだよとか、あなたがあの時泣いたでしょって、あのことがとっても嬉しかったんだよとかね、私全然そんなね、私も覚えてないようなことをね、神様に言われたんですよ今日。私はあの時のあなたのあれがとっても嬉しかったよとかね、素直にね、喧嘩した時にね、あなた悪くないと思ったけどね、あなたから謝ったでしょって、あのこと私とっても喜んでるよとかね、みたいな、一個一個ね、もう自分も忘れてるようなことを思い起こさされて、それを神様がなんか教えてくれたんですよ、一つ一つ。具体的なことを言われるとね、自分では本当に忘れて、そう言われてみればっていう、記憶の中に生まれてることってありますよね。そうなんですよ。で、なんか私があの時神様ありがとうねって、いっぱい神様ね、癒しを行ってくれてありがとうねって言ってたらね、こちらこそありがとうだよってね、なんかね、そうそう、あなたが私のね従ってくれたから、私がそれを起こすことができて、あなたにありがとうって言いたいんだよとかね、とっても優しいの、神様。だって私がさ、イエス様の前で癒されようって言った時にさ、癒しが起こったら神様ありがとうってなるじゃない、でそれを言ったらよ、神様の方から、違うよアスカ、こちらこそありがとうなんだよって言ってくれるわけ。えって言って、私すごいいい人でしょ、なんでそんな優しいのって、もうびっくりするわほんまみたいな。私からしたら私の祈りを聞いてくださったと思ってるのに、神様からしたら神様のことをアスカがやってくれてありがとうって思ってんだよって言ってくださるわけよ。だからすごいお互いにありがとうありがとうでさ、あ、天国ってこういう関係なんだなって思ったわけ。どっちかがありがってあげたよ、ありがとう、あ、どういたしましてじゃないんだなと思って、ありがとうありがとうの関係なんだなって。よくね、ギブアンドギブって言うじゃない、最初ギブアンドテイクだったけど、ギブアンドギブ、本当にお互いが与え合って、お互いがありがとうありがとうっていうのが、そういう神様との関係なんだなってことが分かってね、ちょっと感動したわけですよ、私朝から。私さ、その飛鳥ちゃんの今の話聞いて、最近ちょっとフェイスブックにも書いたんやけれども、クリスチャンになるずいぶん前に、何十年も前の話ですよ、その時のに神様が、思いもかけない人の口を通してね、自分を慰めてくれて立ち直らせてくれたことを思い出してね、医学部の附属病院の研究室勤務が長かったんだけど、1年だけね、附属病院の窓口、会計のお金払うところ、あそこに1年間人事異動でね、修行じゃないけど、行かされてたことあるんですよ、ある某地方医科大学の附属病院で、でそこでね、20代後半や30前だったかな、人間関係にそれこそ悩んでたんですよ、中での係の中の係長とか先輩とかね、うまいこといかんでね、でなんかこう自分は絶対悪くないと思って、なんかこの人が私をいじめてるとかね、この人ばっかりうまく立ち回ってとか、そういうのでもうすごい悩んでね、それ
胃炎にまでなったわけですよ、内科にかかってね、なってなんか胃から酸っぱいもの出てくるから胃炎になって、うん、やっぱりこれ絶対そうやわと思ってたって1年間があってね、うん、で毎週火曜日だったか隔週の火曜日だったか忘れたけれども、うん、第二外科の患者さんがね、うんうん、が来る日が会計がに 来られる曜日があったんですよ、うんうんうん、第二外科っていったらやっぱり肺がんとかね、うん、呼吸器系のがんの末期のがんの患者さんが長い放射線とか治療をしてで会計に来るっていうのが隔週の火曜日とかだってね、で会計係ってお金を水筒するだけやけれども、うんうん、絶対に5時定時では終わらないっていうのがもう決まってるところだったら、はいはいはい、そこに行かされてる自分はこういう5時に帰れないところでおらされてるっていう被害妄想に加えて人間関係 で、うんうん、でこの火曜日だけはね、うん、そのたたえさえ定時で終わらないのにもっと遅くなるわけで金庫閉めれんから、うん、その本当は2時3時で閉めれるのに、うん、4時半とか5時までその患者さんたちが来てそれを払ってくれるのをまた、うんうんうん、と金庫閉めれんから、うん、それから報告書作ったりするから7時とか7時半になってだからもう魔の火曜日とか言ってね、うん、もうすごいしんどその曜日のことをとっても本当負担に思ってたのね、うんうん、だけど人間関係私もね窓口とドアで遮断された中が見えないところが中で事務所なんですよ、うんうんうん、その中での人間関係に悩んでたから、うんうんうん、ある意味その火曜日のその窓口でね、うん、一人当番で順番でこう待たなくちゃいけないの今日は私が待たなくちゃいけない日って外で座ってたんだけど、むしろその一人でおれる時の方が安らぎを感じてたわけ中に入りたくないからはいはい、はい、でそこでね山本さんって山本おじさんとおじさま、おじさんとっても素敵なダンディーのねなんか何やろね多分ねブランド物の緑色のね革のなんかお財布とか持ったバッグとか持ったすっごいおしゃれなおじさまが来てたんだけど、うん、本当にかっこいいおじさまなんだけど、うん、ただその人いつも怒っててね、うん、会計遅い遅いとかね、うん、それとかねもうすごい怒る人やからみんなビクビクしてて、うん、あ山本さん座ってるってことはちょっとこっちの書類早くしてみたいな、うん、そういう中でそわ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 して、うん、でも先にね、うん、もう帰ってもらって、うん、話してもらったりとかするような気を使われる人だった、うんはいはいはい、で私が座ってたら山本さん座ってるけどうわ座ってるわと思ってまた怒られるのかなと思って、うん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 、でだけどその時はスムーズにその人 の請求書が出てきたから、うん、山本さんって言って呼んでお金払ってもらって、うんうん、で反抗して領収書をね、うん、お大事にって出すじゃないですか、うんうん、そしたら山本さんがすごい強い口調で私に言うわけ、うんうん、また怒られると思ってな、うんうん、言ったらあんたはないつも元気で笑っといてよって言ったらあんたが元気でおってくれるのは私らが困るんだよとかですごい怒った口調でね言われてるからその時はなんか怒られてると思って後で考えたらなんか励まされてるようなね感じの言葉を言われたの、うんうんうん、私よっぽどひどい顔で座っとったんやなと思うんだけど、うん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 、でそれの2ヶ月ぐらい後かな、うん、会計窓口の山本さんの奥さんと思う人がね、うんうん、お金払いに来られて、うんうん、でその請求書を見たらね、うん、死亡診断書の文書量だったわけ、だからその1ヶ月か2ヶ月の間にその山本さんは亡くなってた、うん、でもそれを見て知って、うん、もうその場で泣くわけにいかんけど、うん、もう我慢して我慢して、うん、自由時間になるまで我慢して、うん、もう誰もおらんとか言っても大声上げて泣いてね、うん、でだから私その時すごいいろいろ恥じてね自分を、うん、その末期のがんの、ね、治療に耐えてる人がね、うん、なんかやっとお金払いに来るのを待ってるのが自分がもう自分の人間関係と遅くまで金庫が閉めれんということで精一杯、うん、いっぱいいっぱいだったわけ、うん、それすごい恥ずかしく思って、うん、でもうなんていうのかなちょっと考え方がそれで変わってね、うんうんうん、でそれからはね窓口で座ってこの人の人生とか考えながらどういうふうなね病気で来られどんな思いで来られてるのか考えながらやり取りするのがとってもなんか楽しいというか生きがいを感じるようになって、うんうんうん、でもだんだん人間関係もぼやけてきたね、それで、うん、でその数ヶ月後にまた、ね、人事異動でまた研究室に戻ったので1年だけの話だったんだけど、うんうん、それをねあるこの間林先生とね、うんうんうん、話してその息子さんの証を聞いて、うん、息子さんが辛い時にその働いてるところの言葉で救われたっていうのを聞いてそれをふっと思い出して、うん、で今で書いとこうと思って、うん、フェイスブックに書いたんやけど、うんうんうん、だから神様って悩むものに対して思いもかけない人
を通して用いて励ましてくださる方なんだなっていうの、絶対これ神様やったわと、それで私たち治って、もう家も治ったからね。それだからあの時本当に神様ありがとうございますって、今更だけどジーサスプレシャスネームってね締めくくって書いたんだけど、そう、なんかクリスチャンを通すとは限らないよね、うん、普通の人を通しての口を通してでも神様が働いてくださるっていうのが後から分かるよね、うん、自分もクリスチャンじゃなかったクリスチャンのくの字でもなかったし ね、 その時、うん、そうそう、金縛りにはなってたけどね、その時ね、そうよね、うん、でイエスキリストの名前言ったら治ったんだよね、イエス名前だけ使わせてもらったという、ね、だから分かってたんだよね、イエス様がなんか実はすごいんちゃうみたいなことはね、どっかで ね分かってたんだよね、そうだからね、うん、あの私があなたを選んだんだよっていう声がした時にね、うんうん、その私が救われたのは高校生の時にイエス様と出会って、うん、それであのその時にイエス様を信じますって信仰告白して、うん、そこから始まってるんだけど、うん、でもその前のクリスチャンになる前、うん、イエス様はまだ神様を知らない時にも神様はずっと私を守ってくれてたっていうのを今日すごい強くそれが分かってね、うんうん、びっくりしたわけよ、あの時もこの時もあなたと一緒だったんだよっていうことをね、なんか今日リマインドされたね、でしょ、私はこの数日やけど、そうなんだよね、だからさ、なんか本当に小さい時に私がなんか、病院、母が看護婦だったのね、うん、でその病院の保育園に入れられてて、うん、でいつも母の仕事が終わった時にその病院でご飯を食べて病院の風呂に入って帰ってくるんだけど、お風呂入る前にトイレに一人で行ったらトイレの戸が開かなくなって、怖いんです、怖ない、怖いんだよ、しかももうまだ4歳、5歳ぐらいの頃、うん、でわー開けて開けてって言ってる時になんかね、後ろからねモップがバタンって倒れて、モップが迫ってくるわけ、うん、どん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 中の狭い部屋じゃなくてあの手洗うとことかね、もうそこのドアが開かないわけよ、外に出るドアが、でなんかモップが迫ってくるわけ、どん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 、だからこれもうお化けなのね、お化け現象だから私の中でお化けだと思って、うん、まあ、今考えたら悪霊なんだけど、でも私に差し迫ってモップが私のとこに掴まれるっていう瞬間にバッてドアが開いて誰かが開けてくれたのね、でキャーって泣きながら外に飛び出たんだけど、あの時とかのことも今日ファッと思い出さされて、あの私はいつもね、あなたの助けてっていう声をね、うん、聞いて助けてきたよっていう、うん、あの時ドアを開けてくれたのはイエス様だったんだって、もう夜のね8時半とかだからね、病院に人がいなかったんだよね、看護師さんとかも、だからあの時あの時間にトイレを開けてくれる人なんていなかったはずなわけよ、でもなぜか開いたの、誰かが開けてくれたのね、覚えてないんだけど、あれ神様が開けてくれたんだなって思ったりとかね、なんかさっきもね、あの小学校上がる前かな、やっぱりクリスマスの日の朝にあの起きたら枕元にカルピスが置いてあって、私カルピス大好きで、その時で、いやカルピスだ、やったやったって、その時はねサンタクロース、サンタさんありがとうって私多分言ってたと思うんだけど、それをね、あの時あのカルピスを、あなたの好きなカルピスを送ったのは私なんだよってね、思いが来たわけ、イエス様から言葉が来たわけ、イエス様だったんだ、そうだよね、私あの時サンタさんにありがとうって言ったけどごめんね、イエス様だったんだね、イエス様ありがとうとかね、だからあんなまでイエス様を私が知らない時に神様、私の一番好きなものをね選んでね、私にクリスマスプレゼントして送ってくれてたんだなとかね、もう泣きそうになってさ、あの本当にいいものを与えるっていう聖書に書いて、うん、通りのことをしてくださる、うん、そうなの、だからね、今日は本当テーマが詩編103編なんだけど、詩編103編、我が魂よ主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ、我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなっていうね、この本当に一つ一つ数えるならばどんだけよくしてきてもらってんねんみたいな ね、うん、ね、なすかちゃんのこのタイトルがいいよね、このブログ恵みの数だけ感謝しなさい、 ねそれしてたら本当幸せになるしね、本当に、そうか、今日昨日とかね、このところ、うん、お月様すごい綺麗、うんうん、綺麗綺麗、ね、私もなんか自分のアパートに上がる階段のところから見えるわけ、うんうんうん、でもう雲もいい感じで来てね、うんうん、月がピカッと光ってて、うんうん、それがこの数日間あるんだけど、うん、ノンクリスチャンの時に、うん、あのね、神様信じる前にその月見てる時は、うん、あのすぐほら俳句とかでなんかでも儚げに読むやん、なんか美しい月、いつまでこの月が見れるのかしらとかね、ホトトギスとかで、ホトトギスは書けないか、切ない切ない、そう、ね、うんうん、来年のね、うん、今頃はこんな風になってないかもしれんとかね、うんうんうん、
月は綺麗なのにそれに引き換え私の今のあれはとかさそう、ね、ネガティブ芸に考えるじゃないですか。確かにだけど、うん、今はもう本当にお月様を見たら単純に子供のように、うん、神様こんな綺麗なお月様を見せてくれるためにここにね飾っておいてくれて本当にありがとうとか、うん、ありがとうって思えるし、それとかさ夕日とかあすかちゃんこの夕日とか夕焼け大好きやったんですけど、なんかそんなやや言おうかなと思ったけど、うん、だけどあの救われる前とかね神様信じる前は、うん、あのいろんな都市伝説みたいなことを言う人がおるやん、うん、で夕焼けは年々綺麗になっていく、これはこの世の終わりを示しているとかね、だから夕焼けを見たらただ綺麗に単純に喜んじゃダメなんだっていうふうにちょっと植え付けられててさ、だから綺麗な夕日を見たらやっぱりねさっきじゃないけど夕日は綺麗やけどそれに引き換えとかさそういうふうに思ってたんだけど、今はもうわあ綺麗神様ありがとう本当綺麗やねってそのわけやん、すごいだから単純にあのちょっとしたことでも喜べる、うん、人生をくださったなってすごいよね、うん、それもありがとうございますですよね。ねえ、うん、本当にね少しずつ変えられていってるんだなと思います。なんか私沖縄に来て一番嬉しいのって自然が近いやん、うんうん、どこ見ても綺麗やん、そうどこ見ても海と空が見えるじゃない、うん、でなんか緑もあるし、うん、私は毎朝その海を見ながら歩いてる時に、うん、何かしらのねこう自然とのね触れ合いの中でね神様を感じるわけよ、うん、毎日毎日昨日咲いてなかった花が今日咲いてると思った時にね、うんはい、神様これ私のために咲かせてくれてるとかね、うん、なんかねあの神様ありがとうって感謝したら魚がピョーンってジャンプしたりとかね、うん、いきなり魚がふわーって集まってきてなんかあっち泳いだりこっち泳いだりさいきなりポンポンポンって何十匹も一緒にジャンプするわけ、うん、なんかもう美ら海水族館のさイルカのショーよりもすごいわけよ。だってイルカのショーって人が手助けてるわけでしょ、人がやってるわけでしょ。でもこっちの魚のジャンプはさもうまさに神様のタイミングで神様が指示してるわけだよね、うん、だから私が神様今日もこんなに素敵な海をありがとう綺麗だねって言った瞬間ジャンプしたりするわけよ、うん、だからおおすごい早い反応が早いみたいななんかこうなんかねこれが感動するんだよね、人がやってるわけじゃないから自然とのやり取り自然と対話があるみたいな、うん、こんな感じよ。なんか前にさこのラジオであすかちゃんなんでそんな風にいられるのって聞いた時に、うん、やっぱりこのもともと世界を自分中心に回ってるってこの性格が幸いしとるとか、そう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 、ね、別にあんな、ね、なんかあずかちゃんのためだけ魚が飛んだってないかもしれない、だけど自分のために飛ばしてくれてありがとう、超ポジティブ、スーパーポジティブのね、考え方もね、感謝に導かれるあれですよね。いやなんかもうね、うん、自分に起こる全てのことは全部神様が起こしてるって、だって偶然ってないんだよ。偶然って世の中の人は言うけど、うん、私はそれは全部必然だと思っていて、うん、私の身の回りに起こる全てのことは全部神様が計算づくで、だってね、うん、あなたが母の胎の中にいた時、密かに組み立てられた時に、うん、あの私のための書物が埋め尽くされたって書かれてるわけよね。私のために始まる日が一歩もないうちに、私がこの世にまだ出る生まれるおぎゃっていう前に、うん、私が何するか全部書かれてるって書物に、これすごい奥義でしょ、うん、だから私の身に起こってることって全部神様ご存知で、私だから今日本当にそうすると悔い改めることがいっぱい出てくるんだけどね、うん、今日とかもね歩いてる時にバスケットしてる子がね、横でバスケのコートがあるんだけど、ストーンストーンストーンってバスケのボールが転がってきたわけ前に、うん、普通やったらそれを拾ってあげてトラクトと一緒にポンと渡すのが普通やのに、なんかそれが今日ちょっとできなかったのよ。なんかこう追いかけてきはったから、私が拾わなくてもこの人拾うだろうなって追いかけてきてるから、まあ別にいいかと思って拾わなかったんだよね。で後から後悔したら、拾ったトラクトも一緒に渡してあげれたのにとかね、あごめん神様、あのタイミングで私の前にこのボールが来たのは絶対神様が渡せって言ったやんなって、ごめんねってその後悔い改めたりとかさ、とにかく人に優しくしてねって思ってんだよ ね、 でそのなんかね、あのそれは栄光を表すことじゃないですか、そう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 がやってる行為として、私はそれはもっともっともう1000倍ぐらい悔い改めることが私はございますけど、毎日毎日車乗ってから始まって前にさ、あすかちゃんのブログで面白いなと思ったのは、うん、なんかあの神様なんかお祈り、そのなんて具体的なお祈りをした後に、うん、あすかちゃんがお祈りの方向を、うん、でアルハビーチを歩いてる時に、うん、なんかめちゃめちゃキモい
人が横座って聞いた話、うんうん、そうシャーマンみたいな人がね、シャーマンみたいな人がね、うん、でなんか思わずね、うん、あの前に 何をお祈りしたんだったんですけど、なんか、うん、あの隣隣人を愛することを教えてくださいとか言ったかな、はい、言っちゃったわけね、うん、そう、うんほんで私に敵対する人も愛することができるようにって祈ったら、うんうんうん、そうそうだからねそのシャーマンとか魔法使いとか、うん